ペプチドリーム株式会社は東京大学発のバイオベンチャー企業であり、産学連携による創薬研究と開発を行う。特殊ペプチドを応用した医薬品の研究開発を行う。これまで、ペプチドは生体内での半減期の短さ、細胞膜の透過しにくさ、スクリーニングに必要なライブラリーの多様性のなさから、医薬品候補物質として注目を浴びることは少なかった。 ペプチドリームはフレキシザイム FIT システムラピッドディスプレイの3技術を PDPS と呼称し特許ポートフォリオを構築した特殊ペプチドを医薬品候補物質として価値を高めている下記の製薬会社と共同研究開発契約を締結している契約初期に契約一時金を受領し開発の進捗により創薬開発権利金や 目標達成報奨金が入り、製品が上司すると、売上ロイヤルティが発生する。このように、各段階で収益が生じる、ビジネスモデルを構築している。ファイザーとの共同開発は、2013年6月に、解消している。2005年、東京大学の菅弘明が開発した特殊ペプチドを、事業化すべく、ベンチャーキャピタル事業者である。 株式会社東京大学エイジキャピタルが経営者を探していたところ、医療関連の事業開発に知見があり、ベンチャー企業の創業の経験もある、久保田貴一に声がかかった。同年9月より、関東久保田により事業計画が整えられ、2006年7月にペプチドリーム株式会社設立。本社を東京都千代田区研究室を 東京大学先端科学技術研究センター内に置いた2013年6月11日、東証マザーズに株式公開。公募価格は2500円であったが、初日は5250円で、会計配のまま取引が成立せず、翌日に7900円の値がついた。その後、2015年12月16日に東証一部に市場を変更した。 2017年7月に東京都目黒区駒場4-6-1から神奈川県川崎市川崎区との町に本社及び研究所を移転。同年9月1日に塩野義製薬及び積水化学工業と合弁で特殊ペプチド原薬の製造を行うペプチスター株式会社を大阪府設置市に設立。同年9月27日には久保田一が 代表取締役会長、リード・パトリックが代表取締役社長に就任した。ありがとうございます。